アメリカ国務省の報道官は、韓国との韓、改善に意欲を示した北朝鮮に対して抗議、会談の開催を提案した韓国政府の対応を、重する考えを示す一方、北朝鮮は米韓間、にくさびを打とうとしている可能性もあ、と指摘し、警戒感もにじませました。李家国務省のナウアート報道官は、非、記者会見で、北朝鮮のキム・ジョン、金正恩朝鮮労働党委員長が、新年、演説で韓国との関係改善に意欲を示し、国政府が、2日、南北の高位級会談を提したことについて、北朝鮮と対話をほ、るなら、それは彼らの選択だと述べ、重する考えを示しました。ただ、ムジョンウンはアメリカと韓国の間に、ザ、を打つつもりかもしれないともの、て米韓関係に揺さぶりをかけようとして、る可能性もあると指摘し、警戒感をにじせました。その上で、引き続き北、鮮、非核化に向けて韓国と連携して取り、無方針を強調しました。さらになう、報道官はキム・ジョンウンの心に、非常に懐疑的だと述べ、北朝鮮が、話、夜事態の打開を真剣に模索してい、かどうかについても、慎重な見方を示しまった。トランプ大統領派キム委員長の、と、ついて、2日、自らのツイッター、に、良いニュースかもしれないし、そう、ではないかもしれない、様子を見てみよ、などと投稿し、今後の動向を注視する、絵を示しています。トランプ大統領、私、核のボタンはより強力。アメリカ、トランプ大統領は、北朝鮮の、ムジョンウン、金正恩朝鮮労働党委員長が元日、発表した新年の演説で、核の、弾が机、上にいつも置かれていると表明し、李家を威嚇したことについて、2日に彼のツイッターに、疲弊して食料もそこ、ついている彼の政権の誰かが、私も核の、弾を持っていることを彼に知らせてく、ないだろうか。しかも私のボタンは彼の、のよりはるかに大きく、より強力で、実に機能するということをと投稿し、議、委員長を強く牽制しました。韓国報、懸念は当たらない。アメリカ国務省、同官が、北朝鮮が韓国との関係改善に、を示し、米韓関係にくさびを打とうと、ている可能性もある、と指摘したことに、いて、韓国統一省のペクテヒヨンビャク現報道官は、3日の記者会見で、米韓両は様々なレベルで緊密に協力してい、と述べ、北朝鮮への対応はアメリカと、軽して進めているとして、懸念は当たら、いと強調しました。その上で、韓国は、ピョンチャンオリンピックをきつ、けとした南北間の協力と対話が、米朝間の、差和と非核化に向けた対話を後押しするよう、努力すると述べ、南北間の対話を進め、ことが米朝関係の進展にもつながると主張。